闇の中の営業が今でいうまさに闇営業というわっがコンサートが始まりました。で初めてですね、やっぱ夜って怖いんだなということに気がつきましたね。そうですね、改めて ね、やはり夜って怖いんだな。なのでちょっと恐ろしい演出がちょっとあるかと思いますけども、それをちょっと確保しながら、お時間の許す限り楽しんでいっていただけたらと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは始めますね。スタートでございます。ここからはちょっともっと階段になりますけども、宝一さん何をしてなさる。さあ帰りましょう。寺男たちは宝一の肩をつかむと耳元で大きな声で言った。何ですか、高貴なお方の御前でこのような振る舞いはなりませぬぞ。宝一は二人の手を振り払おうとする。痛みは凄まじく、宝一は思わず叫びそうになった。唇をかみしめてこらえ、一言も発しなかった。足音は縁側を下り、庭を横切り、裏門から去るとやがて聞こえなくなった。夜の明ける前に様子を見に来た和尚は、縁側でぬるりとしたものを踏み、それが血であると分かってぞっとした。こうして、耳なし宝一の名は広く知れ渡ることとなったのである。山本美智子さん、ナレーションの人玉の人玉ちょっとご紹介お願いします、はい、かなりになります、山本翔吾です。西根の友人ですね、久保田ゲイトです。それからのちょっとね、裏方で、ご協力していただいて、実は山本聡さんのご長男で山本達人君と言います、出てきて、くれるかな、どこにいないですか、いないですか、あれ達飛び出る紙芝居でございます。いいですね。13代目に引き継ぎましたので、これからもこの13代目の方、皆様がまたご指導等いただければと思います。どうもありがとうございました。とは言ってもまだやっていただくことありますので、まだまだコップ使おうと思ってますが、どうぞよろしくお願いします。この企画、2年越しですね。やっとできました。私が温めていた階段で。